はい、育つ系うっかり YouTube 萌子チャンネル、あみともえです。おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。本日は一応73本目です。というのも緊急トラブルで避難火災報知器が鳴りましたよっていう話を72本目にしたんですが、歩きながら萌え散歩で録音したので、それを編集しながらいいのかな、使えるのかなと考えていて、今出すかちょっと迷っているところです。多分出していると思うので、これを73本目としようかなと思っております。はい、今日もテーマを特に持たないお話にしたいなと思ってるんですが、パッと今頭の中に浮かんでいることが、犬と猫ならどっち派ですかという話。私は断然猫派です。ただ最近柴犬も可愛いというか、日本犬は好きなんです。日本犬っていうのかしら、可愛いなと思っております。あとはシベリアンハスキーと猫ちゃんトイプードルと同居してるYouTube なんかを見てるとすごい可愛いなと思って見てます。もう一つが白米が好き、白飯が好きなんですけれども、お家のご飯って玄米とか発芽米とか一応混ぜて炊いたりをしてるんですけれども、皆さんはどういったご飯を召し上がってますかっていう話をしたいなと思ってました。まあ、米自体混ぜると雑穀米とかもありますしね、まあ、食物繊維が取れたりとか、そういった健康により良いようなお米に仕上がるということでね。で、中でもカレーなんかがとても合うんじゃないかなと思ってます。さらに薬膳カレーとか水なしカレーとか、そういったちょっとドロッとしたもののカレーの方が混ざったお米合うような気がいたします。で、私は長いことファンケルさんの発芽米というのを混ぜてます。これはなんかあまり癖がなくて食べやすくて、お値段も割とずっと一定ですし、スーパーマーケットにも置いてあればファンケルさん自体にも置いてあり、通販もあるということで非常に重宝させていただいてます。そんなわけで食べ物と犬猫ちゃんの話でしたが、73本目、あなたは犬派ですか猫派ですか、そしてもう一つ白米に何か混ぜて炊いてますかというお話でした。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価、積極的転載よろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。ではでは。ゆっくり休んでね。